はい、ということでね、10月20日、2016年の10月20日です。深夜3時なんですけども、今日見ての通り、ちょっと画面出させてもらってますが、プロ野球の、2016年のプロ野球ドラフト会議というのが、行われます。で、これ、公式ホームページなんですけども、今年のこういうドラフト、1巡目は入札、12球団同時入札を、行います。これ12球団同時入札っていうことは、下位チームが単独指名とかっていうことはで、ん?後で指名する人たちが単独指名ってことは多分できないんだよね。全球団が選択を希望する選手名を同時に提出すると。で、2位以降は、球団順位逆順ということで、つまりは、ウェーバー、下位チーム、オリックスから始まり、広島東洋までと、パ・リーグから先ですが、これが2位指名となると。つまりは、オリックスから広島、広島で3位は広島からオリックスという順番。で、4位になるとまたオリックスっていうふうに戻っていくっていうのがこの方式になります。で、指名人数は、合計120名になったところで終了する。ただし、国内の独立リーグ所属選手や外国のプロ野球選手などを選択した場合は、その人数には含みませんということで、各球団は原則として10名まで指名できるが、10人に満たない状態で選択を終了することによって、全体で120名に達していない場合は、11人目以降の指名も可能となるということになります。つまりは、各球団が10名ずつ指名すると120名に達するので、ドラフト10位までが原則的に指名。で、他の球団が10位より、先に指名を終了した場合は、その分他の球団が指名できる可能性がまた出てくるというのが今回のというか、これがドラフト会議になります。で、今年は本当に豊作年でピッチャーがたくさんいるんですが、今日のこの、ラジオでは、一応、とあるこのブログさんもちょっと交えながら、僕なりのそのドラフト1位の指名の予想っていうものを立てたいと思います。その例えば1位入札だけ今回言うんですけども、1位入札が競合した場合どこに行くかっていうのは、これはもう正直運なので、僕予言者じゃないのでちょっと無理になる、なります。なので、僕がど、そのどこが誰を指名するのっていうところを言っていきたいと思うんですけど、ということで、まずこのサイトさん、ここ、なんだろう、プロ野球ドラフト本ブログみたいな感じのことをやってますけども、これが10月19日に更新したものなので、ちょうどね、この前日に更新したものかな。ちょっと前かな。なので、決して間違ってはないと思うんですよね。これ、ハズレ1位とかいろいろ出しちゃってますけども、とりあえず僕は1位指名、もうこれ、ズバッといきます。で、オリックスなんですけど、オリックスは一応、その前情報では、ドラフト1位候補がそのまとまらなかったと。で、ただ、ローテーションにすぐ入れるその選手っていうものを、どうしても欲しいと。で、その中で今回1位候補たくさんいるわけなんですけど、前予想では、寺島、履正社の寺島選手、これ高校生になりますが、もう濃厚かな、赤が指名、公表って書いてありますけど、指名濃厚って書いてありますけど、ここがね、ちょっとね、難しいところで、これがそうかな、本当にそうなのかなっていうのがあります。このオリックスに関してですけども、オリックスはおそらく、大学生、社会人の中から、第一巡選択希望選手を選ぶんじゃないかなというふうに思ってます。で、そうするとやっぱり、今年一番、創価大学の田中正義投手、また、桜美林の、佐々木千隼選手かな、また明治大学の柳裕也投手、
まあ、それから社会人になるんですけども、まあ、どっかに名前あるのかな。まあ、山岡泰介かな。東京ガスの山岡選手なんかが、まあ、1位指名の候補になると思います。で、山岡選手なんですけども、まあ、今のところこのサイトを見る限りでは1位で指名してくる球団がない。ないっていうのか、ヤクルトが可能性があるのかっていうふうにこのサイトでは書いてあるんですけども、まあ、これね、山岡押すとか、正義押すとか、佐々木押すとかっていろんな声入ってくるんですけど、個人的な希望としては、佐々木投手の指名に行ってほしいなっていうふうには思うんですけども、佐々木投手は、まあ、即戦力としては完成度の高い選手なんですけども、まあ、伸びしろっていうか、まあ、スケールの大きさからすれば、もう田中正義投手一択なのかなと思いつつも、まあ、投手力の、まあね、弱いって言ったらあれですけど、で、まあ、金子千尋投手だったりとか、まあ、西選手だったりとかね、まあ、そういう先発投手がいる中でもう、やっぱり先発投手陣の不足に悩まされている。っていうか、もう戦力が大体全体的に厳しいので、まあ、そう考えると、まあ、ここいろんな名前書いてありますけど、僕、事前予想では寺島選手っていうふうに思ってたんですが、なんか即戦力のっていうのをちょっとどっかで耳にしたので、ここね、あえてね、田中正義ですね。もうこれ、田中正、もう佐々木指名してほしいんだけど、オリックスは田中正義選手を指名すると思います。正直に山岡選手とか指名した方が、まあ、単独で指名できる可能性も出てくるのでいいんですけど、やっぱりここは、田中正義投手なんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ中日。中日ドラゴンズですけど、もうこれはね、明治大学、川上憲伸という投手が昔いたんですけども、その川上憲伸投手2世と言われてる、まあその人格的にも優れてるし、まあ、カーブが武田翔太投手のなんかカーブのように、まあ一級品のカーブを持ってるっていう、その柳裕也投手っていう投手がいるんですけども、中日はもうほぼほぼ柳投手に決定です。なんで、オリックス、田中正義、中日が柳裕也。っていうふうに僕は思ってます。まあ、ここを見ると、ここに書いてある通りになってしまうんですけどね。東北楽天。もうこれはね、田中正義投手に入札するっていうふうに僕は決めてます。やっぱね、かつてこの楽天、ちょっと前に行った、そのメジャー行きましたけど、田中将大投手っていうのがいましたけど、どっか田中っていうことでね、なんかどうしても田中にこだわるのかな。まあ、今年ナンバーワンの投手が田中正義投手なのかなっていうのは思うんですけど、まあ、やっぱ楽天は田中が欲しいっていうことで、田中正義一択かな。で、東京ヤクルト、事前のなんか予想では佐々木投手濃厚なのかなっていうふうには、まあ、伝えられてます。ただここに来て田中かな、山岡かなって揺れてるとは思うんですけど、僕ね、ここはね、佐々木投手だと思ってます。佐々木投手だと完全に思ってます。ここ赤になってますけども、埼玉西武、ここも本当に赤の方向がちょっと出てないんで、ちょっとわからないんですけど、まあ、この埼玉西武も投手力的にはっていうところですけど、過去を見ると結構一本釣りをしてくるケースっていうのがあるんですよ。高校生投手の一本釣りをするっていうのが埼玉西武のやり口っていう言い方はあれですけど、ファンの方に本当申し訳ないんだけども、そういうとこがあって、そうすると今年のその高校野球を見ると、高校ビッグフォーっていう人たちがいるわけで、例えば今井選手だとか、藤平選手、また寺島選手、で、ここにちょっと名前、この3人じゃない、高橋光也投手っていうのもまた行ったりとかするわけですよ。まあそこで僕はあえてっていうか、ここで思うのは、今井選手を一本釣りするんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか田中正義とか佐々木とかって言われてますけど、今井投手を一本釣りするんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。阪神。阪神はね、まあ、ちょっとフロントと監督との間で結構揉めたらしいんですけど、まあ、金本監督は佐々木千隼を推している。
そして、まあ、フロントは田中正義投手をしているっていう状況でして、まあ、そういう風になっているわけなんですけど、まあ、本当は寺島投手とかがね、履正社って言って、うん、いいのかなと思うんですけど、やっぱりここは金本監督を押して、もしかしたら佐々木千早投手なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。縦島をね、来た佐々木選手。縦島を着た田中選手、いや、なんか縦島に似合いそうな田中選手のような気がするんだよな。でもね、まあほぼほぼ佐々木投手なんじゃないかなっていうふうには思ってます。指名は佐々木投手、でまあ千葉ロッテになるんですけど、千葉ロッテはまあまあ、ここ10月17日に創価大の田中正義を公表っていうふうにちょっと書いてあるわけなんですけども、まあ、これ見ちゃうとね、もう田中正義なのかなっていうふうにみんな思いますよね。まあ田中正義です。ここはもう千葉ロッテは田中正義一択です。はい。で、横浜 DeNA、まあ、いろんな投手いる中でもその地元の藤平選手を指名してほしいんですけど、やっぱりここはね、即戦力のピッチャー1本欲しいなっていうことで、なんかやっぱスケール大きいのは田中正義なのかなと思うんですけど、まあ、柳も捨てがたいんだけどねっていうところなんですけど、まあ、ここは田中選手かなっていうふうに僕は思ってます。で、ソフトバンク、こういろいろ田中、今井、寺島、佐々木、山岡っていうふうにいろいろ書いてあるんですけど、まあ10勝できる即戦力投手が欲しいっていうのもあるんですけど、まあね、正直言った話、一指名投手、まあ、入札すると思うんですけど、やっぱりその他の球団の状況も見てっていうのをちょっと事前ちらっと言ってたので、まあ、この辺の投手って言って、やっぱり競合しちゃうと思うんですよね。だから山岡選手は一本釣りするか、もしくは、まあ、ちょっと投手言っても、他よりはやっぱ余裕があると思うんで、まあ、サウスポー不足に悩んでるっていうところから、本命は寺島なんじゃないかなと思いつつの、古谷選手なんじゃないかなと思ってるんですよ。ね、ソフトバンクの一入札選手はこの広陵っていうのかな、この古谷優斗かなっていう選手、これね、無名の選手なんであんまり知らない人もいるんですけど、その北海道の方で、154キロを記録した高校生サウスポーで、確か高校ビッグ4って言われたその藤平君たちと肩を並べるぐらいの素材だっていう話を一本釣りしてくるんじゃないかなっていうのが今年のソフトバンク。もちろんソフトバンク余裕あるんで競合して田中正義に行ってもいいんだけど、やっぱり確実に取っていけんなら高校生の候補取っていくと思うんですよ。だから寺島投手か古谷投手だと思うんですよね。だから僕は古谷投手だったら一本釣りできると思うんでするのかなと。はい。巨人ですがね、巨人もう答え出ちゃってるんですよ。10月19日に公表って出てますので、これじゃなかったら嘘なんですよね。はい。僕、巨人ファンなんですけど、まあ、正直今年の投手の中で、巨人が1位で取ってほしいっていうのは、まあ、田中正義かなと思うんですよ。で、明大柳っていうのはね、本当に、キャプテンシーのある選手ですから、この選手がいるとね、雰囲気も変わってくると思うんですけど、やっぱり田中正義、スター性、田中正義。で、取れなかった時は、外れ1位指名で、まあ、山岡選手か今井選手を取ってほしい。でも言って巨人、このショート、ダブルショートの吉川選手と京田選手っていう選手がいるんですけど、まあ、坂本選手がショートに固定されているので、セカンド今山本選手でちょっと手薄ですよね。で、今吉川選手や京田選手は守備の、まあ、上手い選手で、まあ、結構打つのも、まあ、そこそこの選手なので、京田吉川っていうのを外れ1位で指名してもいいのかなっていうふうには思ってます。北海道日本ハムですけども、こちらは、まあ、まあ、昔公言してましたけど、まあ、その年の一番良かった投手を取るよっていう話なので、まあ、もちろん甲子園優勝した今井選手っていう可能性もあるんですけど、やっぱり今年は田中正義っていうのがスケールのデカさで違うでしょっていうことで、まあ、田中正義なのかなと
そして広島カープ、昨日、投手という、まあ、この広島の名選手が引退したわけですけども、そのまあ黒田選手の後釜として、広島でどっしりその先発ローテに構えれる選手、まあ、もちろんそれ柳裕也であったりとか、まあ、今井達也だったり山岡だったりとかっていう、もうこの山岡なんか相思相愛なんですけど、カープと、まあ、山岡と相思相愛だから山岡は指名したいと思いつつも、やっぱりこれ19日公表って書いてありますけど、まあ、田中正義っていうのが、まあ、出した結論なのかなっていうふうに思います。はい。まあ大体僕の予想はそんなところです。で、ここずらーって見ていくと、本当に注目の選手が、まあ、堀瑞希っていう広島新庄のピッチャーだったりとか、またこの花咲徳栄かな、高橋光也選手。ね、またね、この白鴎大の中塚選手なんかは確か、マックス157キロを記録した、もう大学の球速チャンピオンなんかもいたりとかしてます。ちょっと前からちょっと注目した、流通経済大の生為っていう選手も155キロ出るので、この選手も結構注目。とにかくね、球の速いピッチャーがね、本当に多くなってきました。本当に今年はピッチャーのね、好作年、逆にね、野手がね、ちょっと微妙なんですよね。野手は本当にその、まあ、京田選手と、この日本大学の京田選手と、まあ、中京学院大の吉川選手、ぐらいで、まあ、キャッチャーだと、この秀岳館の久木選手っていうのがちょっと注目かなとは思ってて、まあ、いろいろ、こういうふうに、まあ、ドラフト候補の選手、こうやってずらーっと見ていくといっぱいいるんですけど、ね、この、ただ僕、中でもね、本当になんか注目しているのが、まあ、自分の地元だっていうのもあるんですけど、まあ、静岡高校の鈴木将平選手っていうのが、まあ、これいるんですけど、まあ、この選手はね、本当にね、まあ、走攻守三拍子揃ってて、もうセンターの守備が本当に、プロ級にうまいんですよ。まあ、この鈴木選手を取りさえすれば、まあその、まあ、A ランクって書いてありますけど、まあ、174センチ、その75キロというふうにね、その、なってますけど、まあ、みんなの評価94.1点っていうふうになってますけども、まあ、ピッチャー出身っていうのもあって、で、174センチ、75キロの左投げ、左打ち。まあね、こういう言い方すると、打撃センス高いって言いますけど、本当にね、鈴木っていうのもつながりであって、イチロー選手の再来じゃないかなっていうふうに思うぐらいの選手です。はい。この選手取ったら、もう10年間センター困んないんじゃないかなって言われてよく言われてるんですけど、本当にその通りで、まあ、巨人なんかセンター固定、鈴木選手なんか取っとくといいのかなっていうふうに思いますし、まあ、キャッチャーもね、誠司、小林誠司が今、キャッチャーやってますけど、まあ、その加藤が辞めて、で、まあ、加藤が辞めてっていうか、クビになって、まあ、相川と実政が結構年になってきてっていうね、中で、まあ、阿部はもうキャッチャーできないしっていうのがなってきたら、やっぱりこういう久木とかっていう、秀岳館の久木選手を取るとかってした方がいいのかなっていうふうには思ってます。はい。ということでね、まあ、今日長くなりましたけど、まあ、ドラフト前直前の、まあ、放送でしたと。はい。ご視聴